だね、クリスタルのかけらをクリスタルに変換してもらえるんだよね、確か。それを今まで全くやってこなかったんで、ちょっと試しにやってみようかなと思うのですが、アインツさん、呼んだよ。すごい鉱石を見つけて、いつかその鉱石を称えられたら嬉しいんだよね。アインツさんならできますよ。これは、もう違うよ、妹君。そこは鉱石と鉱石をかけているんだから、笑ってくれないとって言いそうだよね。もう、わかってるんだけど、じゃないよ。早く仕事をしなさいよ。ルーカスさんは、交換できないんじゃないのか？はい。よし。ルーカスさんを連れ歩くことによって、ハインツさんが、お店番をしなくてはならなくなる的な感じの、ことはないんだったっけ？何かありましたか？何でもないです。あれ？ハインツさん、年から年中、ずっとオフみたいな感じだからな。冒険しませんか？特別報酬とか出る感じ？出ないんですけど。お手伝いは協力するよ。あ、来てくれるんだな。ハインツさん連れ回すか。レベル5。斧持ちなんだな、この人。自分は面白いことをしたいと考えている。人の目を見て話さない。ヘイ、ルドミラー。お話に来まして。一番ギリッギリだってこと？以前ダンジョンで、なんかとても強力な魔法に襲われて、一発でぶちのめされてるということが何度かありまして。限界までダンジョンに行ってたの？帰れるかどうかわからないスリル。でも大体勝手に返されるからな、あんまりスリルないような気も。なんだそういうことか。だいぶ慣れてきてんな。一緒に冒険しようぜ。それじゃあちょっと冒険行くかな。あ！待って、こんなところに。俺はルドミラのスカートの中を覗きたいわけじゃない。こんなところにオレンジとリンゴがあるじゃねえか。ブドウもあるじゃねえか。知らんかったわ。街の中にあるんだな。あとはね、種が取れれば完璧なんだけど。なるほど、ここでも取れるんだね。まあそういう発見もあったところでいいんですが、まだね、見てないところがあるのではと。四つ葉のクローバーとかだったっけ？あとは、鉄仙林とかっていう、花もありますし、そういうものをまだ一回も見たことないし、拾ってもいないので、なんとか探し出したいと思うので、そのためにいろいろ冒険していこうかなと思います。どこ行くのがいいかな？一応ダンジョンは軽くは見てるから、探すんだったら後の方がいいかな？まだダンジョンとかじゃなくて、この辺かな？こういうところとか全然見てないので、そこを目指していく感じにしようか。じゃあとりあえずここワープしよう。あ、なんかめっちゃある。え？あ、もしかしてお前か？あれは厄介なお尋ね者では。ほうほう。くれー。はいっかー。ちょっと待ってね。倒さないようにね。倒さないように気をつけてくれよ。痛いよー。くれ。ダメか。さあ、ちょっと減らして。どうだろう。これハイパーボールぐらいだったら捕まえられるんじゃん。お、いけたー。ちゃんと味方込みでこれできるのはいいね。枝じゃねえか。うん、こんなもんかな。一旦戻ってもいいけど、案外なんもねえな。もっといろいろあると思ってたんだけどな。まあ深いダンジョンとかじゃないから、そんなにレアなものはないという感じなのかな。それこそダンジョンとかに入れなくても手に入るめっちゃレアなものとかが、強いアイテムを作るのに必要だぞってなったらな。あれなんだよな。難しいダンジョン行かなくてもめっちゃ強いアイテム作れるじゃんみたいな。そういうゲームバランスの崩壊を起こしかねないもんな。ちょっとハインツさんを下げて、クリスタルショップやってませんかね。やっぱり気になるんだよな。お、クリスタルショップに戻ってる。ということはついに、クリスタルをギュッと圧縮してくれる仕事に移ってくれるかな。さすがにね、ルカスさんを誘ってればお店番しないといけなくなると思うんだ、ハインさん。あーった、これだよ。この辺見たかったんだ。攻撃品はちょっと最近見てなかったけど。いらっしゃいませ。やってきましたよ。手編みのマフラー。
え、ルーンポイントの消費量半減？何これ、やべえ、こんなんあったんだ。ゆっくり選んでください。クリムゾンステーキ、魔法攻撃たっけ。え、めっちゃ強いな。え、ちょっと待って、これいくら？ 1,10,100,1,000,10,000、89万これ。元ね100万。自転車かよ。へえ。マフラーね、これちょっと気になるけど、どうしよう。マフラーと魔法使いを合わせたらちょっと強そうかな。気になる。でも自分で作れそうな気もするな。今、わざわざ作る必要あるか？ゆっくり選んでください。難しいね。ありがとう。どうもありがとう。それはそれとして、ちょっとこっちも見ようか。クリスタルの交換やっぱあるよね。これをやっておきたい。しっかり地のクリスタルのかけらを5個受け取ったよ。はい、地のクリスタルだよ。5個か。とりあえずいっぱいあるやつは先にやっておこうか。あれ？え？地のクリスタルと土のクリスタルって違うの？へえ。なんかちょっといろいろ意外だな。火のクリスタルは？クリスタルのかけらが足りないよ。同じ属性のクリスタルのかけらを5個集めたらまたおいで。はい、オッケー。まあ、これでファームドラゴンに何かお願いするのもありかな。おはようございます。おん。なんか浮いてる。1年目の夏25日。朝なんですが。なんか不穏だな。これ風花の個別イベントっていう感じではないのかな。気になるね。でも一瞬ね、この起きた時にマップの方に風花のマークが出るんだよね。風花の個別イベントなのかな？それにしてはなんか、えらい不穏な感じだよね。気になりますね。さて、とりあえず畑の様子を見るところからですが、今日は妹くんの誕生日なので、街の人たちいろんなね、人を巡って、俺誕生日なんだけど、なんか言うことあるみたいなことをひたすら言って回ろうかなと思います。どういう反応が来るかね、実際。残りはレベル3だね。まあ、こっちに巻いとこう。はい、オッケー。あ、でも桜草できてんのか。これは、ミッションがあったよね。いくつだったかな？桜草収穫。あ、収穫だけでいいのか。じゃあ、半分収穫、半分、種にしよう。よし、よく見たら、村雲さんのイベントあるな。ん？違う。みんなのイベントがいっぺんに来てる。あれ？じゃあ、風花のイベントは、あれで一旦落ち着いたっていう感じなのかな？あれなんだよな。誰かのイベントが落ち着くと、別の誰かのイベントがまた見られるようになるみたいな。そんな感じの流れっぽいからね。依頼の達成報告だけやっておこうか。モンさんに仕事を頼めたんだな。すごいじゃねえか。あ？え？この格好何？弱み状態？パジャマ状態か？またレアな格好してんな。もしモンスターに疲れが見えたら料理とかをあげると喜ぶぜ。モンスターは仲良くなるほどより良い仕事をしてくれるはずだ。信頼関係が重要ってことだな。これやるよ。モンスターと出かけるときに使ってみてくれ。出かけるとき。お！スキル系か。進撃のマーチ。攻撃力アップ系かな？お。ちゃんと桜草収穫できたんだね。お疲れ様。これパジャマか。モコモコのパジャマ着てんだな。でも見た目はなかなかフリルで可愛らしい感じだな。なんだろうな、このプリントがなければすごい大人っぽいんだけどな。そうそう、お店で新しい棚が売り出されてるみたいだよ。何の棚だったっけ？ちょっとど忘れしましたか。あ、5種類以上の花収穫。これいいね。受けとこう。お、ちょっと待って。クローバーの種があるじゃないの。そして、あ、ルーシーもパジャマか。花ってほんといろんな種類があるんだね。どれもみんな綺麗だし、もっと見てみたいんだよね。ということで、今回は花を5種類以上収穫。よろしく。5種類以上。あ、もう7種類も収穫してたっけ？これはちょっと意外だわ。花を5種類以上させられたじゃん。綺麗な花見つかったかな。お店に売ってる花、種の種類が増えたんだって。クローバーは花系統になるのかな。お、四つ葉のクローバーをクワで耕そう。え、もったいなくね。耕しちゃっていいのか。あ、でも、ちょっと待って、鉄線瓶も種あるやん。あー、じゃあダンジョンで見つける系ではないのか。なんか、導きの塔だったっけ？クリアコの、
入れる塔のダンジョンを追加して、その中で見つけられるのかなと思ってたんだけど。これか。でも四つ葉のクローバーね。この前本で読んだこと教えてあげるね。実は成長した四つ葉のクローバーに畑を元気にする力があるんだって。へえ。それは知らなんだ。四つ葉のクローバーね。普通のクローバー植えて、ラッキーで四つ葉が生まれるんだと思ってるんだけど、予想ではね。それで、四つ葉のクローバーが出てきたところを耕すと元気になるとかだったら、リアリティ的に相当力強そうだよね。四つ葉のクローバーを収穫せずにそのままクワで立てればいいみたい。それともクローバーの種をまいたら全部四つ葉になるのか。どっちだろうね。よかったら試してみてね。鉄仙林が手に入るのもあるから、ちょっとそれをやっておきたいよね。で、ちょっと待ってね。プリシラのイベントが来てるから、村雲さんごめん。先にプリシラのイベント見ていいかい？やっぱりプリシラのことが大事なんだ俺は。このまま橋を渡ると村雲さんのイベントが発生して、最悪2、3日村雲さんのイベントしか見られないみたいな感じになりかねないので、とりあえず一連の流れに入るんだったらプリシラを優先したい。やっほー。どうしたの？みんな集まって。プリシラは結構人の輪の中にいるよね。王子様やって？え？どうした？王子は俺だろ。話が見えないんだけど、おままごとの設定かなんかの話？プリシラさんが作ってくれた台本。台本作れんのか。それで僕に王子様を役ということですか。まあ、王子様っぽい。でもこの街の男連中はみんなかっこいいからな。誰が王子様やっても似合いそうな気はするけどな。みんなのために頑張れ、強くてかっこいい人なんだよ。みんなそうじゃねえかよ。さらわれたお姫様たちを助けて、最後に奥さんを選ぶの。選ぶの？王子様役にぴったりですわ。ねえ、プリシラさん？プリシラ、俺はベアトリスに協力してもらってなんか、そういうのをやっている感じなのか？王子様は妹くんがいいです。あらー、熱々じゃねえの。まあ、しょうがねえか。だったら俺と二人で、王子役だな。あれかい？学芸会とかで、第一幕は A くんがやって、第二幕あたりは B くんが同じ役をやるみたいな、そういう感じ？ジュニア、お姫様？俺はお前が姫で、俺が王子だって言うから。まあまあ。今日のところは今尾さんに王子様役を譲って差し上げましょう。やりたいって言ってないですけどね。推薦されたからやらざるを得ない。ちゃんと王子できんのかよ。実は自信あり。自信ないな。やるからには全力で頑張るよ。自慢したかな。実は自信ありっていうのがな、なんか、匂わせな感じだけど。やってやるぜ。私たちさらわれてくるから、探し出して助けてくださいね。物騒なんだけど。わー、ひなさらわれる。しょうがねえか。太鼓任されちゃったな。ってことはこれ、ジュリアンも含めて4人お姫様っていうことなのか。すごいことになってんな。ちょっと待ってね。マップが、あれ？マップ開きない。これ、マップを開いちゃいけないパターンかい？いけないパターンかもしれない。ん？でもこれ多分プリシラのマークがいっぱいあるよね。で、どこのイベントを見るかによって、誰とのイベントが始まるかみたいな感じでしょ？プリシラを選べるかどうか。ちょっと遠回りして、遠くからあのイベントの主は誰なのか見られないかな。見られそうにないですね、これ。これはベアトリスか？こっちだったらベアトリスっぽいんだけどな。っていうかそうだよ。あっちの遺跡の方には、プリシラは行けるはずないよな。いや、どうだろうな。で、診療所の方は、あれだよな。多分、ジュリアンがいるんだと思うんだよね。そうなると別のところ？ん？でもそうすると、上二つの関連性が見えねえんだよな。どういうこと？全員見つければいいのかな？まあいいや、とりあえずパルモ工房から行こうか。お、いた。パルモさん。助けて、王子様。ここであったが100年ね。はっ。どうしたんですか、急に固まって。あなたは伝説の王子様。焼けたあの町で生き別れた私の息子、設定を盛るな。ああ、なんていう宿命、なんていうデスティリーな再会。そんなセリフ台本にないですよ。だろうと思ったよ。
ヴィシェルがそんな台本書くわけねえもんな。勝手に感動をつけささないでください。では気を取り直して。王子よ、どうしても姫を返してほしくば、私を打ちのめすほどの感動的な愛の言葉を叫ぶのです。さあさあ、愛でラブで言うな、言葉を聞かせてください。また台本と違うのに、ヴィシェルが何も言わない。ということは求められているということだ。言うしかねえだろ。このまま流れに乗れってことかな？仕方がない。やっぱり言えない。世界中の誰より。これだ。ストレートに行くんだよ。シンプルイズグレートベスト。心に響き渡りました。妹君言ってくれねえのかよ。いいでしょう、姫はお返しします。末永くお幸せハッピーに。ピヨピヨ。ピヨピヨサンダル買うときゃよかったな、これ。後で違うのにありろ。姫様、ご無事でよかったです。ピヨピヨサンダルはジュリアンとかにありろ。ありがとうございます、王子様。姫を救い出した王子様は、姫にガラスの靴でもプレゼントするんだな。厚底ブーツでもいいだな。ピヨピヨピヨ。まだ助けていないお姫様がいるよね。なんなんだ、この国のお姫様は、4人姉妹かなんなのか。おー、でも一発でプリシラ当てたのは、よかったな。ということは、こっちが、ヒナかな？いたー。やっぱりな。そうか、パルモさんの流れから行くと、村クモさんに協力してもらってるんだろうなっていうのは、なんとなく想像ついてたけど。む。よくここは分かったな、王子。話は通ってるみたいだ。それなら僕も。ひな姫は返してもらいますよ。取り返せるものなら取り返してみろ。ノリノリだな。村クモさん相手だとな。ちょっと、臆してしまいそうだけど。たー、続きえてー。やー。村雲さん相手には本気言った方がいいような気が。うわぁ、やられた。ありがとう。ひなは広場に行ってるからみんなを助けたら来てね。意外とあっさりだったな。まあ村雲さんもここでアドリブが効くようなタイプには見えないからな。昔はおじいちゃんと結婚するなんて怖いことを言ってくれてたのにな。泣いてる。そうか、もう村雲さんは眼中にいねえのか。大きくなるって辛いことやな。ああ、なんで俺が姫なんだよ。まあな、それは確かにそう思うけど。なんだジュリアン、お姫様役が気に入らないのかい？当たり前じゃん、俺男なのにさ。ということはジュリアンが女だったら問題はないわけだ。やめろ。怪しげな薬でその時だけ女の子にするみたいなことやりそうだからやめろ。どういう意味？実はかねてから研究していた男の子を女の子にする薬が完成してね。いい機会だからジュリアンに試してあげるよ。自分の息子でやるんじゃねえよ。女の子になれば心置きなく姫を演じられるだろ。ダメだよ、そんなことしたらひなちゃんに、ねえ、余計勝てなくなるぞ。冗談だよね。やべ、これマジなやつじゃん。ダメだって、お母さん。島さん、さすがにやりすぎですよ。この流れで妹くんに本気で助けを求める感じかと思ったけどな。ほら、ジュリアンが怯えちゃってます。つい悪乗りしてしまったな。悪のマッドサイエンティストだな。機嫌を直しなさい、ジュリアン。私が可愛い息子を実験台にするわけないだろう。いや、今のマジだったね。俺もう昼間に行くから。大丈夫か、親子の絆に溝が入ってねえか。すっかり切り替えされてしまったな。自業自得ですよ。どうせ悪役をやるなら本気でやった方が面白いだろう。今思う王子になりきって、真剣にお姫様を選ぶことだ。この流れで行くと、最後、ベアトリスの悪役は、ラインハルトってこと？完全にライバルだけでいいのか。あれ？プリシラのマークはここにも。あれ？どうしたんだ？これから晴れるかな？ちょっと待って、ヒロはいるんじゃなかったのか。今日誕生日ですよね。そうだ、この話も聞きに行きたかったんだけど。え？ケーキだ！ケーキくれるんだ。それはいいんですけど、広場で待ってるという約束は？もう少し時間かかりそうだから先にちょっとお花眺めてよっかな、みたいな感じかな。まあ、いっか。暇な時間何をするかはその人の自由だよな。やっぱいたよ。北川王子。これはあれだな。悪の手先を倒そうとして頑張っていた先代の勇者が、その戦いの中で世界の真実に触れてしまって闇落ちして、その悪の手先になってしまった。あるいはもう、悪の手先とは違う第三者勢力的な現勇者の
対抗馬になってしまって、そのお姫様に対して歯向かっているみたいな感じ。私は姫を殺さなければなりませんとかって言って姫をさらって、今なんでそんなことをするんだっていう勇者と対峙しているみたいな場面だな。ラインハルトさん渋々の顔だな。まあそんな設定を考える間もないって感じでしょうけど、ベトリス姫は返してもらいます。断るだろうな。その辺ガチだからな。どこの馬の骨とも知れぬ相手に姫を渡すわけにはいかない。いや、どっちかというとこの場合馬の骨はそちらでは。問答無用。台本的にはな、そうなんだけど。わあ、ガチで行くのか。ちょっとラインハルトさん、これごっこ遊びだって分かってますよね。うむ、失礼した。姫様のこととなるとつい事情を知ってる人たちでよかったな。てかごっこ遊びでもこれ、例えばあのオズワルドさんとかにこの役任せたらマジで大変なことになるからな。ラインハルトにやられてよかったな。くぅ、無念。せめて攻撃を受けてから無念って言えよ。助けに参りました、ベアトリス姫。その辺はいいのか。なんだか本物の王子様のようでドキドキしてしまいましたわ。今はセリフは大根にはなかったですね。皆さんを助けたら、大樹の広場にいらしてくださいね。ラインハルトも複雑そうだけどな、これ。まあ、姫様の望みだから仕方ないのかな。で、ベアトリスはベアトリスで、もう完全に実質にこもってるしな。大樹の広場に集合、行くぞ。はい、到着。4人の姫様。全員集合。一応最初には、プリシラを選んだけど、選んだ姫のほっぺに宙だよ。そこまでやるの、うん、これなぁ、そのベアトリスとプリシラどちらも選べないよーっていう感じの状況だったら、その間を取ってジュリアンを選ぶ流れだったんだろうけど、言っとくけど俺は嫌だからな、そっちの3人から選んだよ。ダメなの。あ、もう完全にここは除外されるんだな。それじゃあ、これ状況が状況だけど、ひなちゃんを選ぶのもそれはそれでまずいのでは。まあ、プリシラ一択だな。この、それじゃあって選ばれる場面は、本人たちはいいのかな？本当に私でいいの？それじゃあ行くよ。あ、マジでやるんだな。チュ。なんだ今のチュは。こうして王子と姫はめでたく結ばれたのでした。めでたしめでたし。これな、プリシラ自分で書いた台本で、ベアトリス選ばれてたらすごい複雑そうな心境で、このナレーションを言ってたんだろうな。プリシラちゃん、お顔が真っ赤。ピヨピヨ。罪の王子様ですわね。僕まで恥ずかしくなってきた。子供のごっこ遊びよな。大人が本気でやると、それ恥ずかしいだろうなって感じだけどな。でも子供の手前な、その辺手抜くわけにはいかないからな。でもプリシラのイベントはこれで、一旦落ち着いた感じか。なんというか次のプリシラのイベントがまた始まるっていう感じではないんだね。どうしよっかな。せっかくだし。こっち行っとこっか。